カトゥーン亀梨和也、スノーマン宮舘涼太とゴルフへ、ロイヤル、感じた瞬間明かす。スノーマンの宮舘涼太が、16日放送の TBSK、アイアム、冒険少年3時間 SP、夜7時に出演。カトゥーンの亀梨和也から、気品を感じた瞬間が明かされる場面があった。宮舘涼太、亀梨和也に置き言葉、しかとじゃない、この日、人気企画、脱出島に参戦した宮舘は、差し入れをくれた人物として VTR に誰よりも慕う先輩である亀梨の姿が映し出されると、と驚きの表情に、目黒、浩二、頑張ってる、と、両手を振りながらスタジオにいるメンバーの目黒蓮と向井浩二に声をかける亀梨に、自身を指差しながら、いや、違う違う、と突っ込んだ。亀梨は、宮舘が、島に行くときに、カズに、亀梨の愛称、僕無人島行くんで、連絡取れなくなるんで。仕方じゃないんで、って置き言葉を、もらった、と、宮舘が出発前に連絡が取れないことを心配していたと説明。しかし、いや、別に俺しょっちゅう連絡しないんで大丈夫、とバッサリ切り捨て、スタジオの笑いを誘った。